は一つ。400年の歴史を持つ長崎ガラスの技を継承する武田綾と、18世紀に存在した冷酒様式長崎チロリを作る匠の蔵。長崎は1571年の開港以来貿易港として繁栄した。その後の鎖国時代にも海外との貿易が続けられた出島。現在はテーマパークとして整備され、当時の様子を知ることができる。世界からガラスがいろいろ入ってきたと思います。で、それと一緒にそのガラスの技術も入ってきてます。あ、でそれで、まあ、長崎で作って長崎ガラスとか言われるようになってるんですね。あ、はい、じゃあもう日本でも一番最初にこう、ね、ガラスの文化が来た場所なんですね。はい、完全ハンドメイドの武田作品。明治維新以降ガラスは工業製品となり、ハンドメイドの長崎ガラスは衰退し、戦後完全に途絶えた。長崎ガラスを復活させたのは昭和の終わりだった。武田さんにとってこの長崎の場所でガラスを作るということはやはり大事なことでしょうか。はい、そうですね。まあ、ここ出島を通してガラスの技術が入ってきて、それに学んだ僕たちはですね、ここで、長崎で僕らが作ったものをこう世界に広げていきたいっていう思いがあるんですね。はい、ルリアンの作品に現れる長崎らしさっていうのはどういったところになりますか。はいはい、長崎のガラスは、その当時からそのまあ昔ですね、透明度の高いガラスを作ってたんですよ。でそれをまあ意識して、まあ、うちのガラスも透明度をなるべく高く設定した調合にしてるんですね。はい、まあ、一度途絶えてますので長崎はですね、だからもう一度その、まあ、ガラスの火を灯して、それをずっとこう消さずにですね、やっていきたいんですよ。